はい、こんにちは。パライソラ福岡井出道場の井出です。キューピーです。そして今日はここ、はい、木山町長松田和也でございます、はい、どうぞよろしくお願いします。1週間飛びましたけど、はい、まあ、台風は大丈夫でした？昨日も今日もですね、はい、平穏に落ち着いてまして、うん、はい、まあ、この前の大雨に比べるとですね、そうですね、全然、はい、雨の量も全然違いましたし、はい、まあ、風もさほどひどくなかったんですね、うん、だけど木山町も2位のね、はい、避難所はですね、作りましたけどもですね、うん、自主避難所ってやつですけどですね、うん、はい、で、まあ、私ははい、そのおとといと先おとといとですね、うん、先おとといおととい7日8日とですね、うん、岡山と大阪に行ってまいりました、うん、岡山と大阪、はい、はい、自殺の研修なんですね。岡山は岡山は総社市というところに行った、はい、はい、非常にいい町でですね、うん、人口7万人ぐらいの町なんですけども、うん、木山と同じように古代山城があってですね、紀伊城、うん、木山は紀伊城なんですけども、うん、それが紀の城というですね、鬼の城って書いて、うん、鬼の城って書いて、あ、それで紀の城、うん、で、それこそ紀伊城とよりも古いぐらいのですね、歴史がある、うん、古代の山城なんですけどですね、すごく整備もそれから発掘調査もきっちり行われてましてですね。あ、本当です。いい感じ。岡山といえばなんか、僕は今パッと気になるのはやっぱミュージシャンの藤井風。ああ。岡山県出身だと思うんですけど、知ってます？いや、知らないです。だから結構そのそこの方言をもうそのまま歌ってるって感じで、結構今風で、はい、アジアですごい人気のある、私が今一番聴いてる、はい。あ、そうなんですね。はい、結構山口とか岡山とかね、方言が似てるんで。まあ、総社市はもともと桃太郎伝説ですね。そうか、岡山は桃太郎ですもんね。はいはいはい、で、きび。きびだんこ。うん、きびもある。きびという地名もあってですね。あ、きびという地名、はい。で、そのさっきも言ったように鬼の。あ、それで鬼がついてるんですね。はい、だからそれで鬼がついてるんじゃないかと思いますけどね。はい、で、そこの自治体、さまざまな、例えば障害者雇用のプロジェクトとかですね。うん、子育て支援のプロジェクトとか。あ、そういうのも。から岡山、あとコミュニティバスね。まあ、いわゆる、タクシーですね。あ、タクシーのバス、はい、タクシーのですね、はい、デマンドタクシーといって、うん、電話で呼んでここまで来てください、うん、ウーバータクシーみたいな、まあ、そんな感じですね、はい、それの、まあ、デジタルじゃない形でやってましたけどですね、アナログでですね、アナログで電話で、電話で木山もタクシーとバス、うん、まあいろいろ参考になりましたね、はい、いろいろ。そしてその後大阪に行って万博会場を見てきました、うん、ああ万博会場、はい、今上からでしたけど、うん、もうだいぶこう着々と進んじゃいるんですけど、うん、まあ世間でよく言われてる間に合うだろうかというね、本当にそれが心配なぐらいまだまだ整備はまだこれからでしたね、はいはい。でもまああそこに全部こう海の真ん中のまあ人工島みたいなところにですね、うん、パビリオンが今から50個ぐらい建つらしいので、それは2000何年ですか？2025年ですから。あ、もうそれじゃあ大間に合うからで、はい、まさにその通りですよ、はい、そうなんですよ。2024年のこれは間に合いますか？これには間に合わないですね今から突貫工事がね、建設が、うん、木山は間に合いますか？国体、国体は間に合います。もう全然バッチリですか？バッチリ、12月には石川佳純さんも、あ、そうか、卓球ですね、はい、はいはい、で、すみません、大会を、はい、やった、いよいよですね。もういよいよって言っても、もう、うん、あとですね、締め切り、あと1週間、はい、ちょうど今のところ330ぐらいです、はい、まあ、いつもより、っていうか、これが普通、通常の人数だと思います、はい、はい、あとこれがどれぐらい伸びるかなんですけど、はい、はい、なんか21日ですね、大人も子供も同じぐらいのバランスで今回、うん、上がってきてるので、はい、8月、クーラー付きの大会、武道場で、ぜひ。激戦を繰り広げてください。お待ちしております。まあでも12月のですね、12月10日の、はい、エントリーももう始まりましたんで、はい、安いうちにしてください、はい、お願いします、はいはい、そんな感じで、はい、今日はいいでしょうか？はい、はい、じゃあ、はい、じゃあさよなら。